絶対に攻撃してはいけないスカイリムパート3、始まります。前回、命がけの馬泥棒を決行し、1マーキュリオを稼ぎました。無事にマーキュリオカッコメインウェポンカッコ閉じ、を仲間に加えましたので、今回は、レベル制限のないデイドラクエスト、ドーンスターの悪夢を、攻略していきたいと思います。レベル1からできて、しかもエランブルさんを仲間にできるのは、今回の縛りでは大変ありがたいです。雷神マーキュリオさんの力を発揮するには、もってこいですね。さて、今は荷物を整理して、新しいカバンを作っているところです。リュックと合わせて、最大重量200にまで増加するのですが、お金が思いのほか重くて、欲深く行動していると、あっという間にカバンがいっぱいになってしまいます。ま、そんな時は私の薄汚い欲望を、マーキュリオさんにお裾分けするだけで、済むのですが。よしよし、これでもうちょっと欲深く生きていけますね。それじゃ、ちょっと買い物をして、ドーンスターを目指しますぞ。ドーンスターは、リフテンから遥か北西に位置していて、歩いていくのは骨が折れますね。馬屋を利用したいところなのですが、乗ってくかい。どこに行きたい？ドーンスター駅、325ゴールド。実は事前のお買い物で、圧倒的な散財をしてしまいまして、手持ちは100ゴールドちょっとしか、残っていません。馬屋の料金を、いつも通りの金額で計算していたおバカさんのせいで、徒歩で行くことになりましたとさ。とほほ。途中、ウィンドヘルムに立ち寄って、一泊するくらいが、ちょうどいいかな？で、一体何に、1500ゴールドもお金を使ったのかと、言いますと、この圧倒的な疾走感、変性魔法、ロングストライドを買ってきました。これで徒歩での旅も迅速になります。で、当然間近が切れてしまうのですが、そこをさらに回復魔法、ミスティックウィンドで、補うのです。魔法によるダッシュと、スタミナでのダッシュを繰り返すことで、長距離も素早く移動できるってもんですね。ふむ、間近がもりもり回復しましたね。こんな感じで、移動は楽ちんです。ぬぬ、戦いの匂いがします。今しがた、何かが死んだような。さ、いかん、サーベルキャットじゃ。マーキュリオさん、ここは逃げますよ。え？マーキュリオさん、サーベルキャットワンパンなの？顔がすっげー黒くなってますけど、あなた、相当強いんですね。これはマーキュリオさん最強説を、ルフせざるを得ない。ところ変わって、ウィンドヘルム近郊。ほら、向こうに、壁に囲まれたとちょ、危ない、死ぬ、死んじゃう。パート1みたいなことは、もうごめんですからね。私もパート2つも進めば、このくらい、飛び降りられるようになるんですよ。ほいっちょ。そうい。どうかな？完璧な着地だったでしょ？この魔法は、ドロップゾーン。どんな高所から飛び降りても、サークル内であればノーダメージで着地できる、すごい魔法です。ま、サークル内に着地できれば、ですけどね。意外と距離感を測るのが難しいのです。できれば自分のほぼ真下になるよう、唱えましょう。前方にジャンプして、というのは絶対に失敗します。やめておきましょうね。さあ、日も沈んできました。今日はウィンドヘルムで一泊して、英気を養うことにしましょう。おはようございます。時刻は朝の6時くらい、あいにく天気は曇りでございます。猛吹雪でないだけ、ありがたいと言えばそうなのですが。そうは言っても、これから歩くのは寒い地域ですので、あまりのんびりはしていられません。ロングストライドとミスティックウィンドを駆使して、ドーンスターに急ぐことにします。
やはりというか、案の定というか、寒さで凍えてしまいました。服一枚で雪山を越えようだなんて、ちょっと無謀でしたね。フロストフォールの設定を、ハードコアにしておりまして、低体温になって、走るスピードも、かなり遅くなっております。また、スタミナの回復も鈍るので、体温がどんどこ奪われていく、デフレスパイラル待ったなし。そんな時に山賊のねぐらがあったら、そりゃあ襲撃、しちゃいますよ。ここは激高の魔法で、同士打ちでもしてもらいましょうか。あ、ダメみたいですね。効き目はありましたが、最初にマーキュリオさんが、視界に入っていたようです。ま、さすがにこんな山賊相手に、負けることもないでしょう。私が後方支援をして、回復をすれば完璧ですね。さすがマーキュリオだなんともないぜ。もう全部、マーキュリオさんだけでいいんじゃないかな。で、山賊のねぐらにてしばし炎に当たり、寒さを撃退しつつ、再びドーンスターへ、邁進。あとちょっとなのですが、マーキュリオさんが遅れています。おや、誰か一緒のようですが、お友達かな？さて、盗賊でした。金目のものを出しな。さもなきゃ魚みたいに、腹渡かっさばいてやる。バカめ、私には、最強の従者、マーキュリオがついておるのじゃ。努力は認めるが、まるで怖くないぞ。これが最後の機会だ。力ずくですか？ならば味わってもらいますよ。私とマーキュリオさんの、巧みなコンビネーションを。さあマーキュリオさん、やってしまいなさい。ダガーのくせに、結構ダメージ出ますね。でも私がやられる前に、マーキュリオさんがなんと。盗賊殺すべし、慈悲はない。およそ10分間、完全に巻き戻されてしまいました。10分といっても、その大半が移動なので、もう一度繰り返す気力は、残っておりません。もう仕方ないね、馬や、使おう。戦いを避けることも、また戦略ですから。おうおう馬や、乗せていかんかい。乗ってかい。どの要塞、どこに行きたい？さあ来い、出発しよう。この出費は痛いですが、10分リトライよりは、精神的に経済的です。そんなわけで、ドーンスターにやってきたのだ。これから取り掛かるクエスト、目覚めの悪夢の害悪を、説明しますと、大体こんな経緯があったようです。過去の動画ではスルッと攻略していましたが、今回もお話部分は盛大にカットしまして、攻略に重点を置いて、お送りしていこうと思います。今回戦う相手は、信者たちと、多くの集団です。魔法と接近戦、両方の敵が出てきますので、オールレンジな戦いを求められる、それなりに難しいクエストです。しかし、今回は、頼もしい味方も、加わります。エランブルさんです。この、元バーミルナの司祭、現在はマーラ様のしもべである彼と、悪夢の原因となっている秘宝を、破壊しに行くのが、今回の任務です。それじゃ、現地集合だ、カット。少し待っていてくれ、すぐに開けるから。さあさ、行きましょう。あの下に見えるのが、今回の破壊目標です。堕落のドクロにおののく。そこに至る道のりには、宮妻によって昏睡している。信者やガキムチオークが、寝っ転がっています。ふむ、激光は、効きませんか。激光は、初期状態だとレベル6までの敵にしか効きませんので、おそらく敵は、レベル10くらい、あるんでしょうね。明らかに押されています。ここは戦闘仕切り直し、レイズボールの出番です。ここに壁を作り、押され気味の戦況で、時間稼ぎをファッツ、あかん。壁を出すの。やれやれ、逃げられた。本当なら、もっとかっこよく、有意義な場面を、お見せしたかったのに。今度は焦らず、効果的な使い方をお見せしましょう。
今だ。壁の向こうには不死属性のエランブルさんがいます。こうして道を封鎖している間にダウン状態から復帰して再び戦ってくれることでしょう。魔力が切れましたのでミスティックウィンドで走り回って回復しましょう。む、エランブルさん全然復帰してこないじゃないか。しかし逃げ回っていた間にマーキュリオさんが何とかしてくれていた模様。さすがです。ミヤズマが解放された時に司祭たちが障壁を起動させたに違いない。実際不可能だろうな。さてどうしたものか。どこかに障壁を避けて通る道があるはずだ。図書館を調べて本当に可能か確認しなければならない。これ以上真実を隠す必要はないだろう。この聖堂に関する知識は直接経験して学んだものだ。前はバーミルナの司祭をしていた。聖堂に多くが侵入した時自分は逃げ出したんだ。他の兄弟たちを見殺しにしてな。この数十年後悔の念に苛まれながらマーラからの食材を求めて過ごしてきた。マーラの博愛の力によって今こそ自らの過ちを正す時だ。図書館の鍵はまだ持っている。準備ができたなら行くとしよう。してる場合じゃない。ドクロを一刻も早く破壊しなきゃならないんだ。ということで道の途中が魔力の壁で封鎖されていました。解決策を探りに図書館へ乗り込むみたいっすよ。もうちょっと早く来てくれませんかね。これ以上喋ることがあり。さあ図書館です。ここにも予想通り信者とガチムチが転がっています。彼らにはもう一度寝っ転がってもらいませんとね。エランブルさん大丈夫かな。大丈夫じゃないですね。完全に私が狙われていますね。チキンハートで魔力の盾を使いましたが、マーキュリオさん、わかってらっしゃる。私のピンチを敏感に察知し、的確な援護をしてくれる、従者の鏡ですね。とりあえず、クエストアイテム、確保。でも、まだエランブルさんが警戒しています。つまるところ、この下に、敵が3人くらい転がっているんです。信者とオークが敵対しているとはいえ、やや心配です。ここは私が何か手を打って、勝利を確かなものにしたいところですが。よし、激光魔法をかけてきましょう。ただし、超安全に、だ。そう。と、魔法を放ったところで、2階に戻ってきました。これが、幻惑魔法、ゴーストウォークです。10秒間の透明化、そして時間切れとともに、唱えた地点にワープするという、まさしく幻惑チックな魔法です。これを利用することで、例えば後戻りできない場所のアイテムを取りに行くとか、危険な場所の偵察をするとか、用途が多岐にわたる、面白い魔法です。しかし、戦闘時にはあまり役に立ちませんで、透明になったからといって、隠密スキルが低ければ見つかりますし、無敵というわけでもありません。そこら辺は、注意しませんとね。ちなみに、私はこれから死にます。思ったよりオークが強い。あふん。雷魔法は、卑怯でしょうに。そんなに強い魔法や武器が自慢ですか？それじゃあ、自分自身の魔法を食らって、その痛みを知るといいですよ。ただいま使用しましたのは、ペイルシャドウです。この魔法をかけられた敵は、全く同じ強さの自分自身と、戦わなければならないのです。これは敵が強ければ強いほどに、効果を発揮する魔法ですね。とはいえ、敵が強いと、おそらくこの魔法に抵抗し、効果を発揮しないこともあるとは思いますが。それでも、敵の数や力に押されている場面では、ある程度戦況をかき乱し、チャンスを作れることでしょう。でも、結局マーキュリオさんが、
なんとかしてくれますから。私の使う魔法なんて、所詮おまけですよ。といったところで、今回はここまでです。次回に続きます。